ブラックサムライト星野ルネの地球人レイディオまあまずは70点ぐらいじゃん合わせせ70点ですか僕らにしては当てていうでしょそうですねはいというわけで今回第3回目なんですけどもちょっとあの前回ちょろっと最後に僕の方のね地球人ラジオで説明したパドレプロジェクト はい、父探しクラウドファンディングについて、はい、ちょっと今回も深掘りしたいんですけどもなるほどはい、はいはい、今あの SNS の方で、あでバンバン告知を始めましてすごいですねもういろんな SNS にあなたのパドレプロジェクト出てますね <laughs> 出てますか全部フォローしてるんであなたをみ <laughs> 見ない日はないですよ <laughs> もう逃げ場がない状態になってますよね星野パドレだらけですよ <laughs> パドレだらけ <laughs> 逆に告知が多すぎても お父さんに会った気がしてきますよ、ね、あそうだねだからたまに違う告知アップした <laughs> 違うのアップしないとね明日あたりなんか普通にジュース飲んでる映像とかそうっすか、はい、ファンはいる、ね、と思うねそうそうそう、うん、今あのー、まあその告知もそうだしなんか映画作りの参考にしようと思ってはい、はい まあ、パドリプロジェクトは、あの、僕が、もう、あの、2歳の時に、以来会ってない父親を探しに、外国に行くプロジェクトなんだけど、まあ、僕と同じような境遇の人、肉親と、行き分かれて、疎遠になってしまって、で、久々の再会を果たした人、 もしいたら、ぜひ、あの、ちょっと差し支えない範囲でお話を聞けたら、あの、助かります、みたいな感じで、SNS に書いたら、結構3人ぐらいの人が、あの、送ってくれて。へそうそうそう、すごい、あの、結構長い文章でちゃんと送ってくれて。やっぱりそのね、経験者のアドバイスは役に立つでしょうからね。 いや、めっちゃ、そう、なんか一人の人はもうなんか20年以上ぶりに会って、ほうほうその人も、うん、ハーフなんだよね。うんうん、日本と南米の国の。うんうん、ので、お母さんが南米の方に、もうちっちゃい時に別れてしまって、うん、で、なんか、結局その人は個人で、まあ、タレントとかじゃないもんで、うんうん、なんか南米のメ,メディアとか、あのーうん、を使って探し出して、うん でやっぱりなんかこう自分の心のモヤモヤがなんかなくなって、うん、結構心が安定しましたみたいな感じで書いてあったね、うんねえその人は、えっと、20年来ってことは二十歳ぐらいの人ってこともっと上の人今はもうでも30代だと思うはいはいはいでもその人が別れたのは、うん、6歳とかだったような気がするなるほど、ね、6歳でね生き別れてそう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 ,そう6歳だと るもんあるだろうねうんそうそうそうだからまあ正直記憶の中ではすごいイメージだったんだけど実際に大人になって会ってみると結構そのまあ家族間のちょっとドロドロした部分も見えちゃったりとかまあそういうのもあったらしいそれはそうね子供の時にちなみにそれお父さんお母さんどっちなんですかお母さん お母さんか、まあ、そやっぱり、ねうん、お母さんって言ったら子供にとってはより小さい頃に別れるとね理想化しちゃうからね。そそそそう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 で,現実でまた、うんうん、またある人は、うん、その人もメ,メールくれたんだけどはい、はい、その人は僕と同じくその疎遠になったんだけど、うん、まあちょっと事情があって僕はもう、うん、絶対会いたくないとその。あはあ お父さんかお母さんがわからんけど、まあ、だからブラックサムライ頑張ってねみたいな。うんうん、そう、だから、なんか、まあ、そういうのも聞いて。うん、俺のば、親父の場合は、なんか、その、うん、一番最後に。親父とコンタクト取ったのが、うん、俺が十四歳の時なの。あ、そうなの、ね、そう、なんかひ、母親と親父の共通の知人から、うん、なんか、その。うんうん、メッセージを聞いて、伝え聞きして。で、なんか、その時に、まあ、一日も。 うん、俺のことを忘れたことはないみたいなことを言ってくれたってたらしいのへえまあねそう、うん、そ,れそれがあるもんでまあちょっとその、うん、今回俺勝手にパドルプロジェクトやってんだけどまあちょっと一応、うん、一つの希望の光を見ながらできるんだけど、うんうん、あまあ、ね、家庭によって事情が違うもんで <laughs> 14年間だって片時も忘れたことなかったってことは ブラックさんがパドレプロジェクトやってるけど、うん、お父さんの方も息子プロジェクトやってる可能性ありますよね。<laughs> <laughs> もしかしたら同時に <laughs> す、ね、いやクラッドファンディイタリア語で息子ってパッと出てこないけど、ね。<laughs> うんね サンプロジェクト。プロジェクト的、うん、あるるな。その両プロジェクトが合体したら面白いけど、それはまた違うでしょうね。それないでしょうまあでももしかするとそういう展開もあるかもしれないな。うん、まあね、だから,だからその、いろんなパターンあるよね。そのさっきのそのね、 親と会いたくないって言ってるけどでもブラックさんにメッセージをしたっていうのはなかなか興味深いよね会う気はないんやけどそのことをブラックさんにあえてメッセージにして伝えたかったっていうなんかそこの何て言うんかななんかこうそうすごいメッセージ性は感じるよねんなんかそうだね俺は会わないと決めたということを会おうとしてる人に伝えてなおかつ応援しようと思ったっていうところがんかあなんか,なんか、うん、複雑で複深くて興味深いなと思ったね そうだねだしそれもそ,その通りだし、うんまあ、ル,ルネの親はさ仲いいけどさ家庭によっては普通に両親揃ってても、うん、ねめっちゃ仲悪いとかあるからねそう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 まあね,そうねまあね家の中のことは本当に分かんないですからねうん分かんない表面上は分かってもんほんでさ まあこうやっていろんな人に SNS でそ,の、うん、それぞれのエピソードを聞いていくうちに、うん、あれそういえばあいつも俺と似たような経験して,なかしてたんじゃねっていうのを思い出したんですよはいはい誰ですかまその男の名は、うん、星野ルネお前だ <laughs> おー <laughs> <だ> <laughs> 笑うセールスマン笑うセールスマンみたいになったあ今俺俺俺がそうなんじゃなかったけどどうでしょうどうでしょうルネさんも確かあれですよねあの過去にちょっとテレビのねテレビ局のクルーを引き連れて実の父親に会いに行った経験あるんですよねそうそう実はブラックさんのパートレープロジェクトを聞きながら俺はずっと俺がうん 今からおよ,およそ、ね、10年近く前にした、うんね、パドレプロジェクトのことを思い出してましたよだね僕のね父は今その日本人のお父さんおるけど、まあ、当然僕には、ねまあ、血のつながったカメルーンのお父さんという人がいるんですけど、うん、僕はその、ねあのー、大人になる東京上京して、ね、タレント活動をしてたけどその間27年間一度も会ったことがなかったからね。はいはい だから、その今、今まで会ったことないお父さんを探してみいひんかっていうお話が来て、実際にこうテレビの番組として行ったことがあるっていうことで、なんならあるじ<ー>だって、なんならさ、このパドリープロジェクトだってさ、俺が結構ブラックサムライに言ったこと来ない。はい、いや、会 <laughs> ってみ,み、会ってみたらって俺言ったことい、ね。あ言っ,と言ってた。何回も言われた。 言った思い出した、うんえ。え、ぶっちゃけ、俺はこ子供の頃、まあまあ、そんなにね、あの、はい。なんかこう、蓋をして忘れて,ってたんやけど、その父親のことは、ね。はいはいはい。でも、誰かに会ってみいひんかって言われて、あ、そうい父親に会ってみしたいなというふうになったのよ、うん。おー、なるほどね,ね。ね。で、それで会って、うんうん、その後にブラックさんに、うん、ブラックさんも会いたいとか思わへんのって言ったら、ブラックさんも、俺に言われるまであんまりこう、うん ピンと来てなかったよ。やん。あ、そう、来てなかった、来てなかった。やっぱり、俺もブラックさんも共通して、人、<laughs> 人に言われるまで探すっていう発想すら分かんかったよね。おーおーうん、なるほどね。そこが結構共通してるなと思って、あれ、なんなの<ー>人に言われるまで案外探そうという発想にすらならへんっていう。なら,かならなかった。うん。ね、しかも、まあ、遠いからね、うん、これがまた、ね、うんうん、姫路とかさ、 <laughs> <laughs> 何こう宮城県とか仙台とかその辺だったらねこう近いからなんか行けるけど、うん、かまだアフリカっていうのがねそうかもう会えそもそも会えるわけがないっていうことを子供の時にも思い込んでしまってんだよな多分うんなんかもうそのなんか、ね、候補すら候補すらパパソコンとかのさメニューでさ選択選択できひんこう黙々ってさ半,半透明で。はいはいはい なるや選べるやつはちゃんと黒で、選べるやつは半透明。なるなるなる。お父さんというのは、子供の頃に半透明になっても、そもそも選択できひんっていうことになってて。人に言われて、それがちゃんと色がついた黒い選択肢になって。あ、これ選択できるんやみたいな、前見た時半透明やったからっていうできんかったけどなあ。そう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 。ね。ええ。ちょっと。でも、その。 マジでさその話もうパドレプロジェクトのなんなら先輩として、はい、あの是、ー、非、ね、話を聞きたいんですが,が <laughs> この続きはまた次回っていうことですね、はい、このねその次回はまあ僕の方のチャンネルでぜひ見てください <laughs> そう,す、ね、そう,いうですね、はい、前回の、はい、20分以上ダラダラやっちゃったんで 今回学びました。そう、コンパクトに。コンパクトに。10分ぐらいでいきますので、ぜひ皆さん、このルネのね、ルネのパドレプロジェクトの続きをぜひチェックしてください。お願いします。ということで、今回は終わりになります。それでは皆さん、地球、地球人、アディオス。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 